狩野英孝の行くと死ぬかもしれない肝試し。さあ、続いての場所やってまいりました。こちらは何、はい、森ですね、後ろ。森ですね。うん、森ですね。ねえ、多分この道路はいっぱいに使われてる道路だと思うんですけども、うん、人通りは多分昼間はあるでしょう。ここはどういう場所ですか？ここはですね、県。はい。結構来ましたね。いやですね。神社。S 神社。夜になると浮遊する神輿が参道を移動したり、女性の霊が現れるという目撃情報がある。またこの神社は過去に惨殺事件が起きた場所としても知られている。ここですね。ここだ。うわ、怖い怖い。鳥居があるけど、ちょっと待って。ここでいきなり気味の悪いものを発見する。お墓？お墓？これお墓ですか？お墓。でもお墓だ。なんか削ってある。うわうわうわ。なんで削ってある？気持ち悪い。いい感じしないね。なぜか文字の部分が削り取られている石碑。誰の仕業なのか。削られてる。書いてあったものが。削られてる。なんでなんでなんで？存在を消すかのように削って。これは。これ誰かの恨み、 いたずらなのか恨みなのか、意味があっての削りなのか。大弱点か。大弱点だ。だから違う、これお墓じゃない。お墓じゃない、お墓じゃない、うん、この削られ方尋常じゃないでしょ。嫌だよねこれね。これくり抜いてるぐらい。そうそう、なんかの恨みなのかな。怖い怖い。しかも危ないですね。でそう簡単に石ですよ。 うわ気持ち悪い。この本だよ。行きたくない。あ、これ段差ありますからね。はい、ここでも樹海だね。行きたくない。木が何があってもおかしくない。立派な木が多いんですよね。なるほどね。古いんですかね。やっぱり古いんですよね。ここ足元気をつけてくださいね。結構木の根っこが張ってて歩きづらいんですよね。めっちゃくちゃ長くない？長い長い、ね、結構来たよ鳥居から。なんでなんでなんで何もないの。本当に神社。ついにここの神社の全貌が姿を現す。うわっ、あ、これついたんですか？なんかある、なんかある。え、小屋？え？小屋？なんで？なんで小屋があるの？なんですかこれは？え、神社があるはずですよね。うわ、なんですかこれ？なにこれ？なんか中に本来ならみこしが、おみこし保管というかされていたらしいです。見てみましょうか中、先生。うん？恐る恐る小屋の中を覗き調査してみると、やっぱ僕はどうなってんだ。おかしい、おかしいですね。回ってみる。ちょっと奥に何かを発見。あれはまさか。いや、テレビがある。テレビ、本当だ。だからおそらくその神輿、うちの実家の神社もそうなんですけど、神輿置いたりとか、そこで多分なんですか、お祭りの後ご飯食べたりとか。あ、なるほど、ね、そういう座敷的なもんじゃないですかね。奥にでも何かありますよね、うん、奥に何かありますね。お祭りしたりちょ、あれが多分祠的な感じだと思うんで、ちょっと回りましょう。ここであまりにも不可解な点に気づく。もうこの辺から空気違うんだよね。なんか嫌な感じしますね。嫌な感じするよね。こちらが神社の祠。ここに祀られてるってことですか。でしょうね、うん、なんかでも鳥居をくぐってきて正面にまず小屋があるってなんかあるよね。ちょっとなんか作りがおかしいっすよね。本来ならばこれ、この畳の部屋が、まあ、これの後ろなのか横なのかになると、これがメインですよね。そう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 、
なんかあたかもこれを邪魔するように建てられたというか、うん、ちょっと一体なぜこんなことに。神社周辺を探索することに。そして後編、誰かが近くにいる。その不気味な気配に一同大パニック。ロケ中断寸前。その先にいたものとは。怖いです。なんかあの僕らには誰か一人います。ここで現場をパニックに陥らせる出来事が起きる。なんか後ろが大変なことに。神社周辺を探索し始めた一同と、その時だった。何照らしてみて。誰？茂みからパキパキという枝を踏みしめる物音。さらにそこから人の声が聞こえるという。誰かいるのか、それとも声が去って誰かいたって。スタッフさんの山田具って何がされてたとこだっけ。すいません。身の安全を考え収録を一時中断。その先に何があるのか。スタッフ一同原因を探ることに。何誰かいたってよ。いないですよね。パキパキ言ってますよね。誰か一人いる。多分いますよね。この、わかんない。霊かどうかわかんないんですけど、怖いです。なんかあの僕ら以外に誰か一人います。一人？うん。一人多い。戻ろう。スタッフ含めその場にいた全員が人気を感じたという緊急事態。我々以外はここにいないはずなのだが。ちょっと退散します。なんか僕ら以外に誰か一人いますね、うん、確実に僕ら見てますね誰か、うん、やばいやばい怖い。我々は危険を感じここで撤収。今回ちょっと不気味で、僕ら以外に確実に一人多かったですね。それはここを荒らしてる方なのか、うん、いや、やつなのか、それは霊なのかはちょっと定かではないんですけども、ただ、とにかく見られてる感じがね、それはもう僕ら以外じゃなく、僕ら以外にも、スタッフさんの中でも声が聞こえたとか、うん、見られてるとか、ちょっとそういう反応が多かったんで、ちょっと脱出してきましたけども、うん、ちょっと不思議な神社でしたね、不思議な神社です、本当に不思議です、うん、謎だらけでしたね。 S 神社怪奇現象。誰の仕業なのか。文字が削られていた謎の石碑。いい感じしないね。ちょっとなんか作りが、なぜか鳥居の正面に小屋がある。不自然すぎる作りの神社。実家が神社の鹿野も驚愕。まあ、これの後ろなのか横なのかにないと、これがメインですよね。そう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 。なんかあたかもこれを邪魔するように建てられたというか、声が去って。誰もいるはずがない暗闇から突如聞こえた謎の物音。そして喋り声。ロケ中断で原因を探るも謎は解明できず。パキパキ言ってますよね。真相は闇の中へ。怖いです。なんか僕ら以外に誰か一人います。一人？加納さんやばい。え？次回は漆黒の恐怖軽ダムで肝試し。ここでもハプニング続発。加納がガチで震え上がった湖にかかる橋。そしてトンネルでの恐怖体験とは。みこしがおみこし保管というかされていたらしいです。見てみましょうか。中先生、うん、恐る恐る小屋の中を覗き調査してみると、やっぱどうなってんだ。おかしいね。おかしいですね。回ってみる。ちょっと奥に何かを発見。あれはまさか。いや、テレビがある。あれテレビ、本当だ。
だからおそらくその神輿うちの実家の神社もそうなんですけど、神輿置いたりとか、そこで多分なんですか、お祭りの後ご飯食べたりとか、あ、なるほど、ね、そういう座敷的なもんじゃないですかね。奥にでも何かありますよね、うん、奥に何かありますね。お祭りしたりちょ、あれが多分祠的な感じだと思うんで、ちょっと回っていってみましょう。ここであまりにも不可解な点に気づく。もうこの辺から空気違うんだよね。なんか嫌な感じします、ね、嫌な感じするよね、うん、こちらが神社の祠。ここに祀られてるってことですか。でしょうね。なんかでも鳥居をくぐってきて正面にまず小屋があるってなんかあるんですよね。ちょっとなんか作りがおかしいっすよね、うん、本来ならばこれ、この畳の部屋が、まあ、このこれの後ろなのか横なのかにないと、うん、これがメインですよね。そう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 、なんかあたかもこれを邪魔するように建てられたというか、うん、ちょっと一体なぜこんなことに。恨み、 いたずらなのか恨みなのか意味があっての削りなのか。大弱点か、大弱点だ。だから違う、これお墓じゃない、お墓じゃない、お墓じゃない、うん、この削られ方尋常じゃないでしょ、やだよねこれね、これくり抜いてるぐらい。そうそう、なんかの恨みなのかな。怖い怖い、しかも危ないですね。でそう簡単に石ですよ。 うわ気持ち悪い、この本だよ、行きたくない。あ、これ段差ありますからね。はい、ここでも樹海だね、行きたくない。木が何があってもおかしくない、立派な木が多いんですよね。なるほどね、古いんですかね、やっぱり古いんですよね。ここ足元気をつけてくださいね。結構木の根っこが張ってて歩きづらいんですよね、めちゃくちゃ。長くない？長い長い、ね、結構来ちゃうよ鳥居から。なんでなんでなんで何もないの。本当に神社、ついにここの神社の全貌が姿を現す。おっ、あ、これついたんですか。なんかある、なんかある。え、小屋？え？小屋？なんで？なんで小屋があるの？なんですかこれは？え、神社があるはずですよね。うわ、なんですかこれ？なにこれ？なんか中に本来の狩野英孝の行くと死ぬかもしれない肝試し。さあ、続いての場所やってまいりました、こちらは何、はい、森ですね、後ろ森ですね、うん、森ですね、ねえ、多分この道路はいっぱいに使われてる道路だと思うんですけども、うん、人通りは多分昼間はあるでしょう、ここはどういう場所ですか。ここはですね、県、はい、結構来ましたね、にあるですね、神社と。S 神社。夜になると浮遊する神輿が参道を移動したり、女性の霊が現れるという目撃情報がある。またこの神社は過去に惨殺事件が起きた場所としても知られている。ここですね。え、ここここだ。うわ怖い怖い、鳥居があるけど、ちょっと待って。ここでいきなり気味の悪いものを発見する。ん、お墓、お墓、これお墓ですか。お墓でもお墓だ、なんか削ってある。うわうわうわ、なんで削ってある。気持ち悪い、いい感じしないね。なぜか文字の部分が削り取られている石碑、誰の仕業なのか。削られてる、書いてあったものが削られてる。なんでなんでなんで、存在を消すかのように削って。これは何ですか、これ誰かの。神社周辺を探索することに。そして後編、誰かが近くにいる。その不気味な気配に一同大パニック。ロケ中断寸前。その先にいたものとは。怖いです、なんか僕らには誰か一人います。
ここで現場をパニックに陥らせる出来事が起きる。なんか後ろが大変なことに。神社周辺を探索し始めた一同と、その時だった。何出ようか、照らしてみて。誰、茂みからパキパキという枝を踏みしめる物音、さらにそこから人の声が聞こえるという。誰かいるのか、それとも声が去って誰かいたって。スタッフさんが山田具って何がされてたとこだっけ。すいません、身の安全を考え収録を一時中断。その先に何があるのか、スタッフ一同原因を探ることに。何誰かいたってよ。いないですよね。どうなるよ。パキパキ言ってますよね。誰か一人いる。多分いますよね。この、まあ、わかんない。霊かどうかわかんないんですけど、怖いです。なんかあの僕ら以外に誰か一人います。片山も行け。一人？うん、一人多い。戻ろう。あのスタッフ含めその場にいた全員が人気を感じたという緊急事態。我々以外はここにいないはずなのだが、ちょっと退散します。なんか僕ら以外に誰か一人いますね、確実に。僕ら見てますね、誰か、うん、やばいやばい。我々は危険を感じここで撤収。今回ちょっと不気味で、僕ら以外に確実に一人多かったですね。それはここを荒らしてる方なのか、いややつなのか、それは霊なのかはちょっと定かではないんですけども、ただとにかく見られてる感じがね、それはもう僕ら以外じゃなく、僕ら以外にもスタッフさんの中でも声が聞こえたとか、うん、見られてるとか、ちょっとそういう反応が多かったんでちょっと脱出してきましたけども、ちょっと不思議な神社ですよね。不思議な神社です。本当に不思議です、謎だらけでしたね。 S 神社怪奇現象。誰の仕業なのか、文字が削られていた謎の石碑。いい感じしないね。ちょっとなんか作りが、なぜか鳥居の正面に小屋がある。不自然すぎる作りの神社。実家が神社の狩野も驚愕。